アンドレ・トワン・マナラフィー・デ・グレフスの図版アンドレ・トワンの息子としてパリに生まれた。弟に有名な風景画家になったガブリエル・トワンがいる。ベルナールド・ジュシューの下で植物学を学び、17歳の時に父親が死ぬと植物園長のビュフォンは父親の仕事を継がせた。トワンの仕事によって植物園の植物は6000種まで増やされた。 珍しい植物の移植や栽培に貢献し、博物館の資料の収集や百科全書の制作に協力するなどで植物学に貢献した。1784年に農芸学会の会員に選ばれ、1786年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。1787年にブルソネラとパリのリンネ協会を設立した。フランス革命が起こると、 共和国の側で活躍し、行政の様々なポストを務めた。ルネ・デ・フォンテーヌと共に、パリ近郊の貴族や交官が所有していた、植物園の詳細目録を作成した。七百九十三年に新たに設立された、国立自然史博物館の農学、植物学、森林学の教授に任じられ、修正、博物館で働き、八百十四年から八百十七年の、 間は艦長を務めた。1794年から革命軍と共にオランダ、ベルギーに進み、地質学者のバルテルミー・ホジャド・サンフォンと共に、博物学的資料の収集を命じられた。1795年から1796年の間はナポレオンのイタリア遠征に同行し、資料を集めた。海岸のフランス植民地の植物をパリに集め、 他の国の協力者と共に植物のコレクションを作り上げ、革命の混乱の中でパリ植物園のコレクションを維持した。海外の植物学者とも植物を取引し、その中にはアメリカ合衆国の大統領になったトーマス・ジェファーソンもいた。森林学の分野でも重要な著作を残し、育種や栽培法の改善を行った。植物に対する光の影響を研究した。 西オーストラリアの岬、ケープセインなどの地名に名前が残されている。ムクロジカの植物の属スソーニャに懸名されている。セインは植物の学名で命名者を示す場合にアンドレ・トワンを示すのに使われる。ありがとうございます。